エジプト第十八王朝、ツタンカーメンのミイラのマスク。ウアジェトを表すコブラとネクベトを表す白い、ハゲワシからなる、ヘビカタチキショウが額にあり、上下エジプトの統一を表している。ヘビカタチキショウ、または、ウライウスとは、エジプトに生息する、アスプコブラが鎌首を持ち上げた様子を様式化したもので、古代エジプトの主権、王権、神聖の象徴である。 エジプト語の JRT、すなわち、立ち上がった、コブラが語源である。蛇形気象は女神ウアジェトの象徴である。ウアジェトは、エジプト神話の中でも、最古の神の一つで、コブラとして描かれることが多い。その信仰の中心地はかつて、ペルウアジェトと呼ばれていたが、後に、ギリシア人が、ブトと呼んだ。ナイル川デルタ地帯の守護神とされ、 さらにエジプト全域の守護神とされた。そのためファラオが頭部に蛇形気象をつけるようになった。当初はウアジェトの心臓を頭につけたり、頭を取り巻く冠を被ったりしていたが、その後も常に冠の装飾の一部として残った。これはウアジェトの日ごと領土の支配権を表していた。蛇形気象をつけていることはファラオであることと同義であり、 ヘビカ気象が支配者であることの合法性を示している。紀元前3000年期のエジプト王国時代からすでにこの伝統が存在した証拠が見つかっている。ウアジェトと関連の深い女神やウアジェトの特定の面を表した女神もヘビカ気象を身につけた姿で描かれている。エジプト全土統一に際して、上エジプトの守護神で白いハゲワシの姿で描かれる。 ネクベトモウアジェトを表す、蛇形奇匠とともに、ファラオの王冠に追加されるようになり、ファラオが上下エジプトの支配者であることを表した。それぞれの信仰が深かったため、それらを集合することができなかった。そのためこの二柱の女神を、二人の貴婦人と呼び、統一エジプトの共同守護神とした。後に、ファラオが太陽神らと同一視されると、 ヘビカタチから女神の炎の目による火が飛び出して敵からファラオを守ると信じられるようになった。ラーの目は一部の神話では裏へと呼ばれている。ウアジェトはこのような信仰のずっと以前から存在しており、この目ももともとはコブラとしてのウアジェトの目だった。その後、月の目、ハトホルの目、ホルスの目、ラーの目と時代によって様々に故障されている。ホルスや 瀬戸も王権の象徴として、蛇形気象を身につけた姿で描かれた。後のラーについての神話では、蛇形気象はゴミとラーのツーバから女神イシスが作ったものとされた。この場合の神話は、蛇形気象をイシスがオシリスにエジプトの王位を与えた印とされた。このイシスはウアジェトと結びつけられ、ウアジェトのある側面を表していると見られる。 1919年、キフトのホースにイブラヒムはわずか30分ほどの発掘作業で、センセルト2世の金の蛇形地タを発見した。サッカラのエルラフンのピラミッドの石室を完全に掘り出すことが決められた。墓室の南にあった岩にうがたれた捧げ物用の部屋から開始し、6インチの厚さに積もった瓦礫の中から、金の蛇形地タが見つかった。 1922年にツタンカーメンの墓が見つかるまで、この金のヘビカタチキショウは埋葬されたファラオがソーシングとして身につけていた唯一の証拠であり、それまでヘビカタチキショウは時代のファラオに継承されたものと考えられていた。このヘビカタチキショウは長さ6.7センチメートルの金の塊であり、黒い目は花崗岩でヘビの青い頭はラピスラズリ。 広がったコブラの鎌首にはカーネリアンが増岸され、他にトルコ石が増岸されている。ファラオの王冠に取り付けるため、コブラのビブに当たる、後ろの方に紐を通す二つの穴がある。蛇形気象は、ファラオ以外でも宝飾品があるいはお守りとして使われた。例えば、エジプト第二十二王朝を創始したシ、セションクイッセイに使えた、神官ジャトターファンクのミイラの副装品に、 ヘビカタ象があった。ウライウスはヒエログリフとしての用途も重要である。最も単純なヒエログリフはコブラだが、ここから派生して、女神、女性神官、女神メンヒト、およびその神殿、女神イシス、そして最後に女神、神の根元にいるコブラといったヒエログリフがある。ロゼッタストーンにはこの最後の例の複数形、サンネチェルと、それぞれの根元のコブラが記されている。 ロゼッタストーン冒頭で王が崇められている理由を列挙し、神々と女神たちが彼にお返しとして報いたことを列挙している。ロゼッタストーンの残る3分の2はその王の崇め方が記されており、誰でもそれを読めるよう、ロゼッタストーンを立てることも含まれている。もう一つのヒエログリフでの用法として、神殿や建物を表すヒエログリフの上に装飾として裏エウスを並べたものがある。 ありがとうございます。